はい、本日は池内豊投手、阪神タイガースでございます。他にね、類をね見ない独特な投球フォーム、3クォーターからのね独自の投球フォームで、長らく阪神タイガースのリリーフとして、ね、阪神のブルペンを支えたピッチャーでございます。池内投手は香川県出身、志度商業高校3年夏の県大会準決勝へ進むわけですが、坂出商業高校に敗れまして甲子園に、ね、出場することはできなかったわけですね。高校3年秋1970年ドラフト会議、こちらが1位の面々でございますが、同じ高校生でね、高校3番ガラスと言われました島本雄一、佐伯のね3投手はね、くじ順のね早い南海、巨人、広島にねそれぞれ1位指名されているわけで、本日の主人公池内投手と言いますと、南海ホークス4位指名をねされるわけなんですよね。そしてですね、この年は6位の黒田正宏捕手ね、後に西武ライオンズでもね活躍されましたよね。そして8位にはね、同じ高校生で柏原淳一選手もね指名されているわけで、柏原選手もね後には日本ハムのね4番としてね優勝にもね貢献されましたからね。南海ではなかなか1軍で活躍することができずね、在籍は5年間だったんですけれども、7試合に登板して1敗というね成績が残っているわけで、同級生の新井正弘選手はね、まあ法政大学で4年後にね、まあ南海入ってくるわけですけどね、お前のね球はねとても見やすい、まあどういうことかというとね、球筋が見やすいからね、こう新井選手みたいな、ね、左バッターからさ、ね、打ちやすいということなんですよね。そして5年目の阪神タイガース江夏豊投手との、ね、トレードが決まるわけなんですよね。江夏投手、望月選手に対しましてね、南海は江本武則投手、長谷川勉投手、島野郁夫選手とね、それに池内豊投手のね、なんと2対4の大型トレードがまとまるわけで、池内投手はね、もう最後の、ね、2年間というのはね、もう1軍で、ね、投げることがなかったんでね、他球団に行けばチャンスがあると思っていたわけでね、喜び勇んでね、まあ、阪神タイガース縦島にね袖を通したわけでございます。池内投手ね、阪神では登板機会も増えまして、移籍1年目76年は21試合に登板、1勝1敗 4.83 の成績。そして5月18日の広島戦ではね、6年目にして嬉しいプロ初勝利もねマークするわけなんですよね。しかしながらね、新井選手にね指摘されていたのフォームの見やすさということをね改善すべく、オフにはですねアンダースローを試したり、サイドでね投げたこともあるわけでね、当時こちら田淵浩一捕手のね控えの片岡慎之介捕手がですね、まあ、一緒にねフォーム改造をね助けてくれたわけなんですよね。そしてね、移籍2年目77年は36試合で2勝1敗 4.06 の成績。そしてですね、まあ、右腕をですね体に巻きつけるようにねこう意識してね投げるようになったら、まあ、リリースポイントがですね、まあ、右バッターからとね、もう真正面あたりにねこう出てくる形で、ね、固まってくるわけなんです。そうなるとね、まあ、右バッターからさ自分にねもう球がガッと向かってくるように見えるんでね、まあ、外角のねスライダーで、ね、こう決まっちゃうっていう感じのね投球フォーム、新フォームがね完成するわけなんですよね。そしてね、迎えました移籍3年目の78年、42試合に登板いたしまして、9勝6敗 3.65 の成績。そしてですね、プロで唯一のね完投勝利もね挙げたわけでございます。そして9年目の79年、これねあのリリーフバイクにね乗って出てくるっていうのがね、なかなか面白いね当時のお写真ではあるんですけれども、大和和樹投手がですね、まあ、前年から先発転向しておりましたので抑えとして活躍、54試合で5勝5敗13セーブ 3.67 のね成績を残されて、プロ10年目の80年はですねちょっとね抑えてね失敗なんかもねあったわけなんですけれどもね、セリーグトップの56試合に登板、4勝4敗8セーブ 4.02 の成績でね、2年連続阪神の中ではセーブ数トップのね成績だったわけなんですね。プロ11年目のね81年も抑えでスタートするもね、なかなかね成果が出ず、こちらのね大町貞夫投手がね、まあ、リリーフエースという形になりましてね、池内としてはねもっぱら中継ぎという形で38試合で2勝2敗1セーブ 3.57 のね成績を残されるわけなんですね。そして迎えました12年目82年7月18日ね、ビハインドの場面でね掛布選手をね迎えるわけなんですよね。山本和夫投手からですね見事掛布選手、これがですね通算200号のホームランでね、お見事逆転するわけなんですよね。花束をもらいながらのねこの嬉しそうな笑顔、いいですよね。そしてねリードした段階で6回から登場するのが本日の主人公池内豊投手でございます。この年はねこういった感じのね中継ぎ起用が多かったわけなんですね。この日のね池内投手ね調子は良かったんですけれどもね、解説の米田さん曰くね球を揃いすぎたと言ってね、まあここね幼い選手にねタイムリー打たれるわけなんですよね。
そして池内投手の後を受けましてね、この年途中から抑えね、再転向の山本和之投手がね出てくるわけなんですがね、この山本和之投手がですね、こちら高橋義彦選手にね、まあ打たれるわけなんですよね。そしてね、まあこの試合はですね、まあ池内投手ね負け投手になるわけなんですが、この年の池内投手はね73試合というね当時のセリーグ最多タイ登板記録、そしてね歴代でも5位となるね73試合に登板いたしまして、4勝5敗4セーブ 3.98 の成績を残されるわけでございます。13年目の83年も64試合2勝3敗3セーブ 3.49、 14年目84年も33試合で2勝2敗 3.41 のね阪神のね貴重な中継ぎとしてね活躍されていたわけなんですが、まあね、あの82年のね73試合の登板がねやはりね登板型だったのかね、翌年あたりぐらいからね、まあ、少しずつイメージ通りのねピッチングができなくなったと、詰まらせたはずの球がですねバットの芯で捉えられたりするわけなんですよね。そしてね、まあ、環境を変えてねまた自分自身と勝負したい、そう思っておりました14年目のねオフにですね、こちら横浜対の長崎圭司選手と交換トレードが決まりね、横浜太陽へ移籍するわけなんですね。プロ15年目となります。移籍1年目のね85年衰えはねちょっと隠せないわけで、23試合で0勝1敗ということでね戦力外になるわけなんですよね。その一方でねこちら長崎選手はですね日本シリーズでね満塁ホームランを打つなどの活躍、阪神タイガース日本一に、ね、なるわけじゃないですか。もう1年いたらね池内投手もね優勝の喜びを味わえたのではということなんですけれども、ご本人曰くね、まあ、悔いはないということでね、それ以上にね首位打者も取りましたね長崎選手との、ね、交換トレードということでね、長崎選手とね同格とね見られたということがね嬉しかったとね言われているわけなんですよね。そしてですね阪神がですね観客の多い中ね日本一ね輝いてる中ですね、まあ練習をね、まあ、誰もねファンが一人もいない球場でね黙々と投げているわけなんですよね。まあなかなかねもう練習ねちょっとしてなかったらしくてね、なかなかボールの走りが悪く阪急のねテストを受けるわけなんですけどね、上田監督からねこう見られてるわけなんです。練習が足りてないからもっと練習しなさい、そしてね来なさいって言われたんですけれどもね、まあね池内がね、まあ、今日決めてくれと言ってね頼み込んでね、まあ、その熱意が通じたということでね阪急合格するわけなんですが、衰えはね隠せずわずか5試合で1セーブのね成績ね、ついにはね引退されるわけでございます。池内投手通算成績は452試合で31勝31敗30セーブ防御率 3.92 の、ね、成績を残されております。個人的にはですね78年ね先発なんかで9勝したね横根にね池内をね抑えに持ってきて、おっと思ったんですけど、ね、意外といった失礼ながらね抑えハマってるやんって思ってね活躍した時のね印象がねすごく残っていますね。まあねその後ねちょっとね抑えというよりもね中継ぎという形にはなったんですけれどもね、阪神ブルペンをね支えたね個性的な投球フォームの池内投手をね本日お送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。では。